皆さんこんにちは、椎名の清美です。お元気ですか？昨日は友達たちのコンサートがありました。オペラのアリアとピアノ演奏で構成されたもので、この日に向けて何度も練習を重ねたり、関係者の人と連絡を重ねて躍動的な日々が続いてました。リハーサル会場ではね、コンサートの関係者さんたちが自分の役割に真剣に取り組んでて、なんか一つのテーマに向かって、たくさんの人が動いてる、そんな現場の雰囲気っていいなって感じました。コロナの状況でじっとしている感覚が身についてしまった私なんですけれども、なんか何かにね、目覚めたような気がしましたね。言われたことを守る、これは社会の秩序にとってとっても大切なことなんですけれども、言われたことだけを守って、そうやって生きていくと、なんか自分がワンのゼムになっていくような気がするんですよね。まだコロナがある世界なんですけれども、せめて気持ちの中ではね、守りだった姿勢を切り替えて、自分ができるささやかな役割を持って人と交流していきたいなと感じた今日この頃です。この夏、ささやかながら人との交流が咲くといいですね。皆様も素敵な夏を綴ってください。